はなんか塗装が力尽き、カーブミラーもちょっと曲がって力尽きてきてます。大丈夫これ7ナビ案内いけねえし、まあ、向きないでいいってことなんでしょう。てかこれもしかしてあれか、電波圏外か。さては電波圏外で拾えてないよしか、あり得るぞ。これ登り切った感じかい？またお昼になったね。なんかめっちゃでっかいアンテナがある。パラボラアンテナですね。でかっ！人の背丈は優にある。すごい送電してますね。すごい電波拾ってるんでしょうね。基地。あ、これ自衛隊の駐屯地か。確かこの辺りにあるんですよね。青山保険はあるはずだ。そうですね、笠取山駐屯地。ただ、敷地内は、立ち入り禁止ってことなんで、そりゃそうだ、うん、あ、本当にすごいデータを拾ってるやつですね。で、ここから下ってちょっと行ったら多分これは台湾ですから、全部駐屯地の陸自でしたっけ、ね、陸上自衛隊でしたよね。高い航空扱いか、航空自衛隊か。ここは、まあ、自衛隊の基地ですね。こんなところにあるもんなんですよね。うわ、でっかい、でかい。わかるかな、この風力発電の間近で見るとでかさ変わる。いやー、でかいな、やっぱし。こう間近で見るとね、前にブログで上げてた時代に日の岬ってところ行ったことがあってね、その時にね、結構近くで見た時にでかいなって言ってましたけど、やっぱでけえなこれ。うわー、でかっ。これだよ、柱の太さでわかるかな。ちょっと止まって映せる場所がないじゃないなんですよね。それあんだけ遠くから見えるってことはこんだけでかいってことですよね。すごいよな。だって横で履いてるのが携帯電話の基地局ですからね。普段見てるあのでかい基地局がちっちゃく見えるくらいこんだけでかいですからね、すごいやってる。近くで、ね、車とかじゃなくて歩きでね、外で間近で見るとグワングワンっていうね、あのモーターを回らせる音が聞こえたりする時もありますけど、これは布引きの森ってことでね。あ、駐車場が出てきた。これは自由林入口。あ、風力発電施設の駐車場があるんだ、こんなところに。ここは、あ、でも、あ、一応この先に見えるところがあるかどうかわからないんで、ちょっと風力発電だけちらっと見ていきましょうか。あ、いやわかるかな。ここだけ音のね、
編集をせずに出してますけど、ピーンって高い音が聞こえますよね。それが風力発電で回してるモーターの音ですね。すごいですよね、こんな感じで縦横無尽に。この乗せ方伝わるかな。近くね、この先は工事中で入ったらダメみたいになってるんであれですけど、本当でかいですよね。で、この風力発電のところから今度見てみると眼下に町がこう見渡すわけですね。これは津の町になるのかな、位置的にはギリギリ白山の方角の方が見えるっていう形になってると思います。いやー壮観ですよね。そしてやっぱしね、さすがに上だとね気温低いですねまあ言いながら結局脱いで半袖になってますからね多分普通の人だったら震え上がる寒さなんでしょうね。よし、まあ、こんな感じで冬を買って、まあ、今回の目的はね三角点なんで、ね、一応場所を確認して、さらに三角点の方向向かっていきたいと思います。